どうも、ドリームキャッチャーこと中湯です。今日はゲストで、元大阪桐蔭の一番センターの市川亮太くんに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほんなら、自己紹介から。自己紹介。はい。タルトお願いします。自分、中学校の時に、河南シニアっていうところで3年間プレーして、でそこから大阪桐蔭高校進んで、バリバリ、揉まれながらやってた。バリバリやってた。バリバリ。やってた毎日。本日のご来店誠にありがとうございました。甲子園には、春の選抜大会に、そうですね、3年の時、3年というか、まあ、新3年の代、最後の年の、選抜出場させてもらいました。見てました。そうですか。2回戦まで行ったんですよね。そうですね。大垣日大に、負けて、で、まあ、春終わったって感じで。まず僕と、市川君の出会いをちょっと話していきたいと。市川君勝たない、なんか市川君勝たない、あ、ラフに勝たない、亮太、いつも亮太って呼んでるから、ほんなら亮太との出会いからまず簡単に喋っていきたいと思うねんけど、はい、まあ小学校時、同じ萩野市っていう大阪にあるんですけど、そこの少年野球チームに、別々のチームにおって、僕は萩野ブラっていうんですけど、で、萩野ジャガース、もうなくなったから、もうなくなったですよね。なくなったけど、そこのチームでおって、まあ、オールスターっていうのがあったんですけど、そこでバッテリー組んだよね。そうやね。やったな。やったな。藤井寺球場で。やったやった。今はなき。やって、そこで、まあ、バッテリー組んで、で、まあ、中学校も、それも、僕はオールハビキノっていうところで、河南シニアっていうところの、まあ、クラブチームで、お互い野球やって、中学校も一緒で、そうやね、で最後、中3で一緒のクラスで、おもろいことばっかり。ふざけまくり。やばかったよ。いい思い出やな。で、大阪桐蔭に、まあ、入学したってことやねんけど、まず、きっかけ。きっかけ、もう、俺の印象ではやで、印象ではもう、小学校の時からもう、桁違いというか、肩も強かったし、バッティングも良かったし、足も速かったし、もう3拍子揃ってるような選手やと思ってて、で、そういう選手が、まあ、大阪桐蔭行くっていうのは納得できてんけど、なんで、まあ、他の高校からも、多分、来てたと思うんですけど、まあまあ、その中でなんで大阪桐蔭を選んだかっていうのをちょっと聞きたいな。まあ、もうほんまに、もう、あれ、辻内さん、中津さん、平田さん、この代の時の甲子園見て、やっばーみたいな。えぐいやん、これ、みたいな。マジこうね、ユニオンクソかっこいいし、絶対桐蔭行きたいと思って。でも、そっち、いつやったっけな、小学校か中学校ぐらいの時から、もうほんま、こう、その、辻さんとかの甲子園見ながら、もうノートにスコアとか自分なりに書いたりして、どうやったとこに入れんねやろ、みたいな。マジで？ずっと。ずっともう、監督さんとかに言ってたの？もうずっともう、遠いん遠いん遠いんつって。こだなぁ。ほんで、その大阪桐蔭から、どれぐらいの時期に来た話は、俺は、2年の夏ぐらい。2年夏ぐらいに、桐蔭のグラウンドで試合があって、そこで、西谷監督もおって、そこでぶちかましたろうって、くっそ頑張って、っていうぐらいそこ、その試合結果出て、まあ、2校上の先輩にも桐蔭の人おったから、そのつながりで、監督さんに名前呼んでもらって、そこから、だからもう決まったわけじゃなくて、桐蔭も、お前名前上がったぞぐらい。で、最終的にまあ3年生の時に。そうやな、もう決めて。決めて。で、もう即答。そう、即答。お願いします、みたいな。大阪桐蔭に、まあ、入学してみて、まずどんな印象を受けた？印象？挫折。挫折？どういう挫折があったの？いや、もう周りのレベルエグすぎみたいな。うわ、入るとこミスったんじゃん、みたいな。そうなの？ほんまそれぐらい。もう、やばいやつがいっぱいおった。やばいやつだらけだな。どうやって生き抜こうみたいな。はいはいはい。大阪桐蔭で、同い年には、ロッテの。そう、エムラってやつがキャッチャーで。で、二校上には、浅村さん。浅村さんは、楽天の。そうっす。呼んで、一個下に、一個下に、阪神行った西田ってやつ。で、二個下が藤浪。すごいですね。ほんで、まあ、入りました。どんな環境な大阪桐蔭の野球部の環境っていうの？野球部の環境は、まあそうやな。まあグラウンドは、もう抜群。黒土、俺チラッと見たことあるんだけど、黒土に芝生、人工芝。抜群やな、設備は。で、室内もあって、寮がグラウンドから5分ぐらい歩いてる。だから野球する環境持ってこいみたいな。で、寮にも室内あるし。いつでも練習できる。
雨の日でも全然できる環境って感じか。学校は遠いよな、確か。学校は遠い。グラウンドが山のてっぺんにあるから。で、あれやな、練習時間とかはどんな感じや、練習日。まあ、休みが何曜日とか。まあ、休みはない。休みはなし。なし。え、もう、月曜日から日曜日まで。やるな。ほんで、時間的にはどうなの？時間はまあ、あんま細かいとこ覚えてないけど、まあ学校はその、まあ、グラウンド行って、うん、まあ、だいたい9時とか10時ぐらいまでやってたんだな。で、帰って、そっから、ご飯食べて。そう、飯と風呂を、学年でこう、バーって回して、うん、で最後、何、消灯の点呼みたいな。あ、そんなの、そんなんやって終わり。消灯は何時なの？もうそれは練習から帰ってきた時間で、うん、決まる。そっから飯との時間と風呂の時間作って、うん、で、何時に集合みたいな。そのグラウンド、なんていう、寮のグラウンドみたいなところに集合して、で、寮長さんのなんか天候みたいな、うん、やんねんけど、うん、それも日々日々違うな。まあ、ほんなら、一言で言うたら、寮生活は、まあ、ざっくりでいいんけど、厳しかった。めちゃくちゃ厳しいな。結構、上下関係もあったりとか。上下関係は、そんなない。え、なんか、俺のイメージだよ。当院ってなんか、この先輩と後輩が、なんか勝手なイメージで一緒。の部屋におるってイメージやねんけど、学年は一部屋に同じ年代。あ、そうなの。で、2人か3人の部屋。あ、ほんならもう同い年が2人か3人、うん、そう。あ、そうなの。そうそうそう。で、階ごとに違うみたいな、学年が。そうやな、もうフロアっていうか階っていうか、その区切られてる感じや。あ、そうなの。それやったらなんか部屋の中おったら別になんかみんな和気あいあい。そう、部屋の中は安全。安全だよ。外に出るとはちょっと、まあ、気張るよ、ね、気張るそんな感じか。そうそうそう。そうなんや、うん、で、まあその当院のなんかその気になるのが練習というか、なんか名物的な練習ってあるの？名物？それ、まあ、まあ有名な話で言うとやっぱ山ラン、うん、山ランね、聞いたことある。もうその、まあ学校から山の上のグラウンドまで、うん、走っていくっていう練習なんや、うん、練習っていうかもう、練習でもないけど、うん、もうそれは苦痛で苦痛で。それはあれ、学校の放課後とか、うん、グラウンドに向かうときにあるってこと？そう、だから2年生と3年生がバス乗って1年を走っていくみたいな。ああ、そういうことか。そう。俺聞いたことあるのは、1年生がなんかレギュラーとかやったら、ベンチ入りしてたら走らんでいいとかあるの？そう、メンバー候補に入ってたら、もうバス乗って一緒に野球の練習するから。ああ、そういうことか。そう。で、まあ、メンバー候補じゃない人が、まあ、トレーニングなんか走るんで、走る走る。一つ、なんか山ランっていう、その名物の練習、トレーニングがあって、他に何があるの、名物か。他、うん、他、なんやろな。当院って、実は全く変わった練習しなくて、うん、基本的なことばっかりやんねんか。はいはいはい。だからほんまに、ノックやって、バッティングやって、シートやって、みたいな。うん、まあ、あとは基本的に普通かな。あ、そうなんや。意外となんかその特別、変わったことはしてない。そうやわ。あ、そうなんや。基本の繰り返しみたいな。確かに、でも俺、試合のアップを見てたわけよ。ドインとか。ほんなら、もうなんていうの、もう掛け声、もうランニングとかアップ一つでもうみんなもう息が合ってるみたいな。なんかめっちゃそういうの基本や、野球の。そういう練習とかもやっぱあるの。なんか。だからもうそれアップの時はもう毎日アップで、もう足とか声とか合わせるみたいな。ああ、はいはい。だからずれてたら、もう選手同士でお前何やってるみたいな。あ、いいやね。そう。選手同士間の意識がクソ高いな。うん、うん。だから多分強い。なるほどな。まあなんかその、なんか、選手の意識が高いっていうのは、なんかその上手い選手が集まってもなんか一つ気持ちするっていうのはなかなか難しいと思うねんけど、うん、西谷監督ってすごい有名な監督がおる中で、監督っていうのはどんな人や？監督、うん、西谷監督はね、うん、選手の気持ちを何持っていくのがクソ上手い人。はい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 、はい、うん、だから指導が上手いとかっていうのはちょっと一旦置いといて、うん、その選手のマインドコントロールに関してはめちゃくちゃうまい、うんうん、あ、そうね。そう、もういろんな例えで選手の、うん、良さとかを引き出すのがうまい、うんうんうん、でそのなんか、なんていうか、思い出とかある？西谷監督と、なんか亮太とのなんか思い出、思い出、おー、2人の思い出っていうのはそんなないけど、うん、まあいろんな言葉はやっぱ胸に刺さって残ってるな。はいはいはい、うん、なんか一つでいいから、一つ挙げるとしたらどういう言葉が今のなんていうかな、生活の中にも生きてるなって思う言葉ある？生活の中、うん、なんかまああれやな、野球と他のスポーツの違い。ほう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 、
まあ、まあ野球ソフトボールとその他の球技サッカーとかラグビーとか、うんうんうん、何が違うっていう話だけど、うん、あの何やろなと思ってたんやけどその、まあ、聞いた答えは野球だけディフェンス側が主導権持ってる、ほう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 って話聞いて、うん、確かになみたいな、うんうん、深いわ思って、うん、でその考えって結構以外のところでも生きてきてて、うん、相手が主導権持ってるように見せてるけど実はこっちが持ってるとか、うん、っていう考え方を転換できるようになったから、ああなるほどね、うん、その守備の時でもこっちが主導権持ってるっていうのは、うん、そうなんかどんな感じなの、まだしっくりきてんの俺の中で、あのピッチャーがボール投げへんかったら野球始まらないみたいな、あ、はいはいはい、普通サッカーとかってボール持ってる方がこう動かして試合進めていくやん、うんうん、はいはいはい、野球って守備って言われてるところが動かないとスタートしないスポーツ、ああそういうことな、なるほどね、うん、納得した今、そうそうそう、面白いなそれ、まあ確かにそうやな、うんうん、やっぱすごい監督やな、まあまあいろんな例えがすごいね、あもう選手になんか落とし込むっていうところが上手、そう、でもほんまに野球やってるのラグビーで例えたりとかサッカーで例えたりとか、そのいろんなこうどうやったら理解するかな、選手が理解できるかっていうのを自分で噛み砕いて伝えてくれるみたいな、あそういうことね、うん、ありがとうございます最後に教員の、まあ、これから入りたい人っていっぱいおると思うね、うん、そういう人たちが入るためには、うん、なんか一つヒントというかこうした方が入りやすいなっていうのがある、入りやすい、そうやな、いやもう全然まあ分からんけど、まあ、俺らおった時と今のレベルがちょっと違いすぎてるからよく分からんけど、まあ、俺はやっぱりもう当院に入りたいっていう気持ちを伝え続けることが一番大事かなって思ってて、もう俺もそうやったから、うん、俺もそんな当院に入れるような選手じゃなかったけど、もう行きたい行きたいって思い続けて、じゃあ当院のグラウンドで試合する時に結果出させてもらったし、やっぱりその思いが強く持つってとこかなって思う、うんうん、だから自分の何か夢とか、うん、まあ、高校生っていうか中学生がどこどこ高校に行きたいっていうのをずっと言い続けることが大事、そうやな、もう憧れ持ってここに入るために何しないといけないとか、うん、いろいろ考えながらやっていくのが一番いいと思う、なるほどね、うん、ありがとう、はい、はい、